ございます。5月8日木曜日、ニュースモーニングサテライトです。西部開拓時代を彷彿とさせるある現象が起きています。コマーシャルの後、アメリカンのコーナーでお伝えします。アメリカの今を見に行くアメリカン。金価格の上昇で160年前の西部開拓時代を彷彿させる現象が起きています。カリフォルニアの小さな町を見に行きました。西部開拓時代の町並みが今なお残るカリフォルニア州ジェームスタウン。何やら多くの人が集まっていた。ここではなんと金探しツアーを行っていた。採掘した金も買い取ってくれるとあって大人気だ。ツアー参加者はまず河原に集合。金はここに眠っている。川底の土をすくい取り黒い容器に入れる。あとはひたすら土と石を取り除いていく。すると3ミリほどの金のかけらが見つかった。費用は1人5000円ほどとやや高め。運が良ければ数十万円相当の金も見つかるという。ツアーは6月まで予約でいっぱいだ。町には本気で金探しに没頭する人がいた。ジョン・ガーニーさん。金採掘のため10ヶ月前にこの町に引っ越してきた。町から30分ほど離れた山の中腹にある洞窟へと向かう。ここは昔本物の金採掘現場だった。ジョンさんは地主に20万円ほど支払ってここでの採掘の権利を得た。奥行き60メートルほどの洞窟では今でも金が取れる。ジョンさんはこの洞窟で毎日10時間金を探し続けている。9ヶ月前には 6.5 オンス、およそ70万円の金塊を掘り当てた。金を掘り出し、集めては金探しツアーの店で換金する。この店ではニューヨーク商業取引所のその日の先物価格の8割ほどで金を買い取る。町の金ブームに目をつけたビジネスも。創業100年を超える老舗ホテルのバー。取ってきた金の現物で飲食費や宿泊費を今月中にも支払えるようにする。We're accepting gold because the price of gold now has gone to $1,000 an ounce. It has been 100 years since it's been accepted over the bar, and we want to start doing that again. 160年の時を経て再び巻き起こったゴールドラッシュ。カリフォルニアの小さな町が湧いていた。金価格の上昇とともにブームは続く。
取材した地域にはまだ多くの金塊が地中に眠っていると地元の人たちは話していました。で、実際に金探しツアーで採れた金がこちらになります。まあ、小さな金のかけらといった感じなんですが、これでおよそ20ドル分、そして運が良ければこちらの大きさ45ドル分ぐらいのものに出会えるかもということなんです。で、あの地域で採れるこういった金は19カラットから22カラットと純度の高い高品質なものだということで、夢が広がる話ですね。以上、アメリケンでした。